んにちは。ビーライフのマリコです。今私たちはタイのリペ島に来ています。今日は短時間でできるお尻と背中に効くエクササイズを紹介していきます。お尻と背中の筋肉を鍛えることで年齢が現れやすい後ろ姿を美しくすることができます。次一緒に行ってみましょう。は両手を肩の真下につき四つん這いの姿勢です。膝は腰幅、右の足を伸ばして床と水平です。お腹をしっかり引き込んでいきましょう。右の足そのまま上げてつま先ちょん下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、繰り返します。ももの裏側、お尻を意識させて行っていきましょう。あと3回、3、2、ラスト。右の足床と水平キープ、左手頭上に離します。対角の手足10回上げ下げしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。開けて足チェンジします。今度左の足を伸ばして床と水平です。左足アップからつま先ちょん下ろす、アップ、下ろす。下ろす。体幹がぶれないようにお腹をしっかり引き込んでいきましょう。あと5回、5、4、3、2、ラスト。左足床と水平、右の手頭上に引っ張って対角の手足10回上げ下げします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。両足を後ろに伸ばしてプランクでホールド。かかとから頭まで一直線を保っていきましょう。おへそをできるだけ背骨の方にぐーっと引き込んで体幹の強化につながります。肘を緩め、ゆっくり伏せていきましょう。つま先遠く伸ばしたら両手を前に伸ばしていきます。吸って上体アップ、両手を横に広げましょう。そのまま右胸開いていきます。まっすぐ戻したら両手正面、吸ってアップ、左胸高く、真ん中から両手頭上に引っ張って繰り返します。吸って右胸上、吐いて両手まっすぐ遠く、左胸高く。さあ背中しっかり使っていきましょう。背筋の強化につながります。お尻は軽く閉じながら腰を保護していきましょう。あと2往復行っていきます。背中のシェイプに非常に効果的です。さあだんだん胸が下がらないようにしっかり引き上げて、ラスト。OK です。両手指先立て、上体起こします。長い足のまま交互に上げ下げしていきましょう。バタ足です。さあももの裏側、お尻の筋肉をしっかり刺激して使っていきましょう。大丈夫であればそのまま両手を離して背中もキープ。もも裏、お尻の筋肉を意識して行っていきましょう。さあそのまま上体を引き上げます。大丈夫であれば足も上の方に高く持ち上げてキープ。OK、 両手を胸の横、一旦チャイルドポーズで腰と背中を休ませていきましょう。はい、それでは四つん這いの姿勢から後ろのつま先立て、おへそを覗き込みます。背中丸く、肩甲骨を一旦引き離して、四つん這いの姿勢からヒップサークル、右の膝を外に出しぐるっと上から下ろしていきます。同じ方向10回入ります。さあ膝で外から円を描くようなイメージでぐるっと動かしていきましょう。さあお尻の上、サイドにある中殿筋をしっかりと刺激していきます。あと3回、3、2、ラスト。今度左側を行っていきます。左膝外側からぐるーっと上通過し下ろしていきます。さあ膝しっかり横に出してから上から下ろしていきましょう。体幹がぶれないようにおへそを引き込んだまま行っていきます。あと3回3、2、ラスト。はい、では右から10回ずついきましょう。1、2、3、4。お腹引き込んで5。あと5回です。体幹ぶれないように気をつけて、しっかりとお尻の外中殿筋を刺激していきましょう。はい、それでは左から10回1、2、3、4、5。あと5回膝をしっかり外に開いてから回して下ろしていきます。丸みのある綺麗なお尻作りに非常に効果的です。はい、それではチャイルドポーズでリラックスしましょう。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。短時間でできるエクササイズですので、ぜひ隙間時間にまたお試しください。